けな。ハマコさん、どうも。おお、サエコ、相変わらず儲かってるかい？ああ、うちの店？ぼちぼちよ。ハマコさんのところは？あんたんとこがぼちぼち、結構暇な時間帯が多くてさ。それより、見ない顔のお兄さんがいるね。最近こっちに来たんだ。俺は、鈴木太一ってもんだ。は？なんだい？そのいかにもな偽名は。ん？いや、偽名。とぼけんじゃないよ。自分の名前名乗るのにそんなぎこちないんじゃあからさまだろ。ぎこちなかったか。もうこの人には多分下手なこと言わない方がいいです。なるほど、みんな偽名使われてんのは承知の上ってことか。まあそういうことなら構わないさ。いいよ、鈴木太一さんね。了解。やっぱりかなわないな、浜子さんには。大丈夫、この町で商売続けてりゃあんたもすぐ私みたいになれるから。それ全然嬉しくないんですけど。この人は浜子さんといって、偉人町に関しては私よりずっと長いんだ。この辺の主というか、取り付いてる妖怪みたいなもんでね。うん、あんたら一番のやつを差し置いて新しい男に走ったのかい。こちらの鈴木さんは以前に私も春日もまとめて世話になった人なんだよ。裏社会においては格もずっと上だ。あんたが失礼な口を聞くと私たちが恥をかく。よせよ、そんな風に扱われちゃ俺の方こそ浜子さんに失礼だ。なるほど、さすが一発の男かね。レディに対する態度は合格点だ。あんたは一番のやつとはどういう関係なの？なんというか、以前あいつがいた会社に俺も勤めていた。当時は会ったこともなかったんだが。一番は鈴木さんのことをすごく尊敬してる。あとついこの間までハワイで一緒だったの。へえ、一番のやつと一緒にハワイなんてずいぶん仲がいいんだね。じゃあちょっと鈴木さん、あんたよかったら少しお茶でも飲んでかない？ん？俺とあんたでか？取って食いやしないよ。それとも何かい？忙しくてババアと一杯お茶飲む時間もないのかい？じゃあ一杯ごちそうになるよ。そう来なくちゃね。2階に上がってすぐ支度するから。ここはあんたのお店なのか？まあね、建前上は小料理屋。通常はここに女の子がついてくれるんだよ。もしそういうサービスがお望みなら、また後で出直してくるといい。その時はちゃんと金を取るけどね。いや、いいんだ。ここは世に言ういかがわしい店なんだよ。ほら、何年か前に青木亮って政治家がいたろ。そいつがある時偉人町に来てね、ブリーチジャパンって NPO 団体に指示してシェルターを作るってぶち上げたんだ。うちみたいな風俗で働く子やその家族を
無料。いいアイディアよね。私のこともそこの寮母にしてくれる。じゃあシェルターなんて、まあ、青木寮は票集めの人気取りのために、私はここで働いてた子らをみんな捕まって強制送還された。うちに来るような子は故郷にさえ身寄り。それがうっかり私が騙されたせいで。知らなかった、そんなことがあったんだな。でもね、一番たちは青木亮の正体を見抜い、それを聞いても私はまんまと騙されたわけ。しかも青木の善意を疑うなと一番を怒鳴りまでした。悪いのはあんたじゃねえだ。それは私は一番のやつに未だに怒鳴ったことは謝ってないんだ。あれから何年も経つっていうのに、あいつはあんな男だから、こんじゃあもう謝る必要ないのかなって。それで俺に打ち明け。そこまでずうずうしいことは言わないよ。と言って難波や紗栄子じゃダメだ。あいつらには私の弱いとこ見せたくないから。だからってあんたは一番のやつが。ねえ、もしかして。それについてはどうやら気を使わせたみたいだね。ま、そりゃそうだよね。多分あいつは本当につまらないことに時間を取らせたね。悪かったよ。いや、誰にでもあんたと同じようなことがある。喉に小骨が引っかかって取れねえような感覚。忘れちまおうとしても何かがそれを良しとしねえ。要はけじめがついてねえってことなんだろう。けじめか。でも白黒ついてないことは私くらいの年になると数えきれないくらいあるよ。ああ、俺もだ。で、最近はいろいろとあって何かとてめえの人生を振り返ることが増えた。死ぬまでにやり残したことを整理してたらこんな風に思うようになった。悔いのない人生なんてない。だが自分が手にした人生を。じゃあ一番のやつに。でも今更言ってもそんなの。あんたが長い間気に病んでいた、そういう。なるほど。サエコやソンヒを周りにはべらせてる。そいつはずい。あんたと話せてすっきりしたよ。そうか、そろそろ戻るよ。一番のことで私はな。あいつらは私のことを妖怪呼ばわりまでするんだ。甘く見られるわけにはいかない。秘密を守ることにかけては自信がある。安心してくれ。じゃあな。鈴木太一か。本名はどんなだろうね。あれはきっと名のある男だよ。